そうだ、始まりました。マルチェチャンネルです。今回はですね、トイックの結果ですね。6月に受けたトイックの結果を発表したいと思います。まあ、合宿でですね、10日間いなかったので、まあ、いろんなことができなかったんですけど、まあ、無事ですね、終わりまして、12本ぐらい、もうあらかじめ、この撮影したり、編集したりし終わっている状況で行ったんですね。で、そこで、なんとか、全部上げることができて良かったです。まあ逆に言うと今ストックがなくてやばいんですけども、なんとかまあ毎日投稿頑張っていきたいと思います。そしてまずはお知らせとしてはですね、あのトイック800点プロジェクトビジョン君っていうのがですね、このチャンネルでやってるんですけども、その人の最終トイック受験が終了しましたので7月終わりましたので、この7月でトイック800点超えていれば成功、失敗していれば罰ゲームという形になるわけなんですが、このまあどちらにしろ成功しようか失敗しようかオフ会はやるという話だったので、9月にオフ会が行われますので、池袋バーエデンというところで行われます。で、2部制になってまして、5時から7時半だったかなの方と、7時半から、まあ、閉店まで11時ぐらいまでっていう方に分かれています。未成年ですね、お酒が飲めない方は早い時間の方に、出てください。で、飲み物代がかかります。まだ値段は決めてないですけど、まあ500円以内にはしようかなと一応思ってますが、まあ、500円だったら多分お釣りとかが楽になるんで、それがいいかなと思ってます。それでワンドリンクみたいな形に、すればいいのではないかなと思っています。で、PTX っていう方でも、募集を、しますが、こちらの場合はもうその時点で最初に支払ってもらって、でその500円でもう飲み物はついてくるっていう形にしようと思っています。で、まあビジョン君いろいろ考えてくれますので、まあ元ホストですから盛り上げるプロですので、いろいろとやってくれるんじゃないかなと思っております。まあこんな企画ね、まあいろいろ企画は考えています。でやろうと思います。はい、よろしくお願いします。してですね、9月23日ですね、トイック質問題リーディングセミナーというのを、池袋のエッセンスイングリッシュスクールというところで行います。これは、実際に韓国で出題された過去問を使った、ものになりますので、時間は12時から18時ですね、6時間のセミナーになりますので、結構長丁場になるんですけども、まあいろいろ本物の問題なのでね、いろんなことが話せますので、ぜひぜひ興味があったらですね、受講していただければと思います。ではではですね、見ていきたいと思いますね。はい、では9月でね、6月の結果をこうなりました。お、985点ということで、満点は取ることができませんでした。残念ですね。リスニングが満点なんですけどね、リーディングがね、満点じゃなかった。じゃあ、一体どうなっていたのかですね。でもそれでも、あれなんですね、パーセンタルランクは99のところにはいるんですね。この490点っていうのも、上位 1% には入るわけなんですね。ああ、それぐらいやっぱりトイック難しいんだよね、リーディングね。リスニング、ああ、そうなんだ。リスニングははい。アビリティーズメジャード平均ってやつですけども、全問正解してますね。もったいない。リスニングは全問正解していたけれども、リーディングが、こう、2問ミスですね。ああ、もったいなかったな、なんか。もったいない。2問ミスってますね。あと1問できていれば、満点だったって感じですね。いや、全問正解も狙えたかなっていうのはちょっとあったんですよね。ただまあ、終わった後に、いろいろ、生放送、ライブ配信とかやってて、ああ、これ、やっちゃっただろうなっていうのはあったんですけど、やっぱりやってしまいましたね。いや、もったいなかったと思います。はい。次回はですね、頑張って、満点もう一回取れるように、
やりたいと思います。9月ですね、に受験します。で、その時のもライブ配信もやりますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。はい。戻ってきましたので、いろいろとコラボだったりなんだりやっていきますので、ぜひぜひ、楽しみにしてください。今日もこれからコラボ動画撮っていきます。はい。Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。勉強っていうのを主体的になった方がいいんだよってことを伝えたいんですよ。っていうのも今ってこう YouTube とか、まあ、インターネットがこう発達していって結局情報がすごい溢れている状況なんです。ただなんか食べ物で言うとすごいなんかもうなんだろう、ジャンクフードというか。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.